ごきげんよう、山口あゆきです。今日は岐阜に来てますということで、もう最悪雨降ってきたんですけど、今からなんかあのほんまゴジラのくじを当てに行ったんですけど、 A 賞は当たらずでした。悲しみ。今なんかパッと見たらフリーメッケットな、めっちゃ雨降ってきたった、どうしよう、これはやばいぞ。ちんたらしてる場合ではない。雨が降ってきたんやけど、ちょっと回りたいと思います。このスプーンみたいなやつください。はい、スプーンです。ごめんなさい。はい、すいません。クッキー、クッキー買いました。クッキーを食べたいと思います。3はもう本番の冬やな、本冬です。皆さん風邪ひかんといてくださいね。あゆきも元気にご飯を食べて元気、風邪をひかんようにします。なんか岐阜来るほんまに久しぶりやな。岐阜の匂いがするわ。なんちゃってね。実はですね、あゆきは5、6年前に岐阜県に住んでたことがありました。1年間だけ。なんで住んでたかというと、畑をやってました。その時すごいやろ、1年間。人生落ち着いたらまた畑したいなって思いますね。じゃあ雑やからな、けんちゃんにまた叱られそう。まあそんな感じ。じゃあ車に戻ってクッキー食べたいと思います。わー、ファンファン、晴れてきたで。晴れ女です。アマテラス大神です。ありがとうございます。しゃぶいしゃぶいしゃぶい。クッキー食べます。スプーンです。で、チョコです。スプーンのクッキーいただきます。おいしい。なんかクッキーおいしい。おいしい。手作り感あっておいしいな。フォローで食べてるのめっちゃおいしい。おいしそう。めっちゃ分厚いな。うわ、おいしそう。後ろチョコめっちゃ、顔みたい。食べていい、これ。おいしい。めっちゃチョコおいしい。分厚いからおいしい。晴れたな、よかったな。何これ、この五平餅ほんまに美味しい。びっくりすんねんけど、なんか外カリカリで中もちもちでふわふわで、めっちゃ美味しかったです。めっちゃ美味しかったな。ちょっと動画は撮れなかったんですけど、五平餅ほんまに美味しかったです。びっくりした。あんな美味しい五平餅食べたの初めてじゃん。いや、初めてではないけど、あの味が今まで食べたやつと全然違うかった。美味しかったわ。ピーナッツっぽい味がしたな。くるみっぽい。ピーナッツとかやってる、あのタレがもうこう、焦げでそうやちゃんとついてるっていうのがポイントやろ。 そこを伝えなあかんちゃう。その焦げがさ、あの多くてもあかんやん、苦いやん、で少なくてもなんかちょっと焦げ欲しいっていう欲があるやん。いい塩梅に焦げかかってたよな。かっしゃくみたいな、しゃくふわで、五平餅のさ、あのご飯もさ、潰されてない感じがさ、美味しかったよな。でもな、めっちゃ人がバン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 来てたから、多分すごい人気店なんかもしらん、ここの五平餅屋さん。岐阜の多治見に来てるんですけど、多治見の五平餅食べたいなと思った時はこちらのお店来てみてはいかがでしょうか。こちらのお店って何も、店の名前も何も言うてないや。店の名前あったっけ、五平餅屋さん。あるやろ。いや、そこまで言うといて、じゃあどこなんてなったらどこも言えてないやつ。ちょっと待って、ちょっと一旦出て、ほんなら。これ五平餅屋さん。さくらって書いてたやんけ。あんま。さくら、さくらですわ。さくら。あの道路沿いにありますので、皆さんすぐに五平餅と出てくると思います。またちょっと調べて、その URL あの貼っときましょうか。あの貼っときましょうわ。ああ、カイロ貼ってるからあったかよ。ということで今日はほんまはあのなんかいろいろ食べたい気持ちはあったんですけど、あの五平餅ってすごいお腹いっぱいだったな。多分一人一本ぐらいでいいレベルなのに、あいきらに欲張って2本ずつ頼んだから、だいぶお腹いっぱいです。結構1合
結構、うん、あると思う。だって普通の五平餅ってこれぐらいやん。あの五平餅これぐらいだったもん。ここライディア何でも否定するなや一生懸命喋ってんねんでも美味しかったな。アイキ食べられへんかったから。あ、美味しかった。食べられへんっていうのはまずいから食べられへんとかじゃなくて、単純にもうすごいボリュームやったから、あ、ちょっとこれ以上食べられるかなって不安になって、源ちゃんの顔見てみたら、うん、俺食べろで、俺いけんぜっていう顔してたので、あの、まあ、半分差し上げました。なので2本半かな食べたん、源ちゃんは。私は1本半ですけど、でももうほんまに美味しかったです。それだけ伝えたかった。ってます。うわ、これ買って帰ろうかな。猫めっちゃ可愛い。2000円か。2000円か。これも可愛い。めちゃくちゃ可愛いやん。いびつ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。全部めっちゃ可愛い。今道の駅に来てます。どこやったっけこれ。木の市、ちょっと後であの、ま、テロップ入れときます。に来てます。道の駅なんかめっちゃ広いで、なんか食器いっぱい売ってます。えんちゃんはこんなん好きやからな。美濃焼きやって。美濃焼きここ200円ゾーンです。なんか買って帰ろうかな。これかわいい。あ、でも640円やないかい。どうしよう。ヒロハって書いてるし、すげえ、うん、遠い？いや、なんか別の方面を言うからな。美濃焼きを買いました。これ、お茶飲むやつ。後ろに、いろはって書いてます。かわいいよな、このお茶碗。お茶碗でか、湯飲みを2つ買って、これ1個200円でした。そしてお茶碗が欲しくて、ずっとこのお茶碗買いました。なんか乾いてるけど、かわいい。この中がかわいい。2日後ですね、家の近くのホームセンターみたいなとこに行ったら、298円で売ってました。嘘やろと思って涙が出ました。ほんで美濃焼き違うんかいっていう話でした大きいお皿、これ大丈夫。お皿を買いました。あ、でもなんか美濃焼きって書いて、美濃焼きって書いてないわ。はい、ということで今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は、岐阜県の、まあ、ちょこっとぶらり遊びに来てみたよでした。また、ゆっくり来れた日、来れる日が来たらいいなって思いますけども、今日はちょこっとぶらり旅でした。秋のシーズンのこの綺麗な風景というのはもう今しかないから、今こうやって、まあ、時間を作って少しでもその時間を堪能できるっていうのは私の人生においても必要なことではないのかって思いますけどね。どう思いますか？もう5円餅食べても脳が回ってる。今日はいい日でしたね。とてもいい日でした。雨が降ったり晴れたり、そんな中でこうやって生きているんだなと思いました。天気と心は映し出すということ誰かが言ってたような気もしました。天気と心は映し出す。天気というのは自分の心をも映し出すようなそんな感じはあるんじゃないかっていうことを誰かが言ってたかもしれません。言ってないかもしれません。そういうなんかいろんな思いでね、過ごすことは大事かなって思います。今日はゴジラのくじ A 賞当たらなくてすごく悲しかったよ。
泣いてしまうかなと思った。嘘だろって。それでもう2回でやめとこうと思ったのに、もう2回追加してやってしまいました。なんでもう2回やったらもっとお皿もいっぱい買った。いやそんなこと言ったらあかんね。これはくじをして、外れ当たり関係なく、そのスリルがこのドーパミンを出してるから急に科学的なこと言います。科学的でもない科学的でもないかで、そこでゴジラでいろんな気持ちになって、で外に出たら、店の外に出て、まあでもな、こんな当たらんかったけど、 A 賞当たらんかったけど、でも E 賞とか C 賞とか当たったからいいやんって、ゴジラのグッズが増えて喜んで、外に出たら雨が降ってきて、うわ雨かいと思って、でも濡れながらもね、近くにあったマーケット、なんとかマーケットに行ってクッキー買えて、美味しいクッキーを食べれて、帰りにね、もう五平餅を食べて帰ろうとしてたけど、道の駅に寄ったら本当に素敵な器に出会えて、安く買えて、それが安く買えたっていうのはほんま気持ちいいわキョッチャーということで、これでいろんな料理を作りたいなと思います。今日も一日見てくれてありがとうございました。皆さんも、あ、今日はやる気が出ないなと思うときは、山口彩希のこの鼻の穴を思い出してみてください。それでは今日もご視聴いただきありがとうございます。1、2、3、あばよ。